どうだ。ああ、それとね、つまり。なるほどな。うん。へえ、そういうことね。まったく。まさか。あら、ごめんなさい。サウスフィールド北部にグロスト地下墓地という大空洞があります。そこにサウスフィールドの貴族たちが集結し、セントラルに向けて戦争を起こす準備をしています。それを鎮圧することが今回の任務です。あそこは狩猟が漂うとかうさんくさい噂があってね、子供の頃から好きで入り浸っていたわ。血気を先導した者は判明しているのか。貴族の家々を渡り歩いて荒事や交渉を解決しているザカライアという男です。連合との交渉を仲介していたエングラム家と手を組み、今回の召集を呼びかけているようです。つまりこちらに対する報復の意図もあるわけか。最後の悪あがきといったところでしょう。ですが今回の指令、あまりにも性急な気もします。ヘンデコーはサウスフィールドを統治して自分の影響力を高めようとしているんじゃない？だとしても問題はないだろう。ヘンデコーは元老院10席、国の代表の一人だ。彼らがなぜこの無謀な戦いを挑むに至ったのか、何か勝機でもあるのでしょうか。行って確かめるしかないな。ブルーフォックスの連中だ。入ってきやがったぞ。うろたえるなよ。久しぶりに来たけど、いかにも何か出そうな雰囲気だね。やめてよ、私。ああ、すまない。先ほどワルターが言っていたの、奴らにとっては一般人が寄りつかない。つまり幽霊は出ないってこと。それはどうかしら。やっぱり私行かない。まったく、二人ともそれくらいにしてくれ。まずは扉を開けるためにあそこを占領しよう。
柄じゃないけどね。今行く。速やかに行く。了解。このまま突っ込む。衝撃。了解。仕掛ける。敵部隊撃破。了解。制圧したわ。よし、開いたな。この先はエンシェントタレットを2箇所押さえないと僕の門が開かない。巡回兵もいるようだし、一部隊ずつか。心得た。了解。よし、もらっておこう。了解。メカオネ。今行く。速やかに向かう。了解。心得た。対衝撃。了解。今行く。向かうね。まだまだ。じゃないけどね。今行く。まとめて殺してあげる。わかった。次だ。対衝撃。次だ。わかったわ。わかった。了解。勝機を逃すな。心得た。速やかに向かう。今行く。了解。分かったわ。これくらいなら。今行く。
突っ込む。心得た。今行く。了解。わかった。わかったわ。心得た。了解。したぞ。心得た。制圧完了。やはり奥にいたか。ここに狐を招待した覚えはないんだがな。あら、隠す気もなく企てて。ふざけやがって。あの時の借りもあるし、特別楽しみにしてちょうだい。あまりのくなめんじゃねえ。お前らはここで終わりだ。陣形を君の差は分かったわ。
コレーター大丈夫か。レオン、わかった。了解。危ないところだった。わかったわ。了解。ももちゃん、今しかない。なんだあれは。地中から何か出てきたぞ。ワイバーンの死骸。いや、もっと大きい。
やつや、まさかあれを刺激しているのか。バカな、言うことを聞け。おい、魚屋、どうなってる。ワルターキ、そんなもの見せられたら我慢できなくなっちゃう。こっちに向かってくるぞ。ほの暗き地中に眠る亡者たちのむくろよ、今こそ怨恨を解き放ち巨大なる傀儡を喰らい尽くせ。ワルターキ、衝動抑えられない。この呪法やっぱり最高。ワルターキン、どうかした？話を聞かせてもらおうか。何？そんなに怖い顔しちゃって。とぼけるのも大概にしろ。死体どもを刺激していたのはお前だな。ああバレちゃった。当たり前だ。なぜ今まであの力を隠していた？あの時は編み出したばかりで制御できなかっただけよ。その呪法はどうやって得得した？私には才能があったみたい。あの時レティッチ家で死んでいた者たちが突然動き出したのも君か？あの時もああしなければドッグランズたちから逃げ切ることはできなかったんじゃない？ではまさかレディッチ家の者たちを殺したのはお前だったのか？さあ、なんということだ。そこまで驚くようなこと？二人とももういいか。ひとまずここから出るぞ。決起を企んでいたサウスフィールドの貴族たちはブルーフォックスとの戦いに敗北し滅亡した。その後ウィリアム・ヘンデ公爵は時を置かずして主たちを失ったサウスフィールドに私兵を派遣。サウスフィールド全土は瞬く間にウィリアム・ヘンデ公爵の領地として統治された。ウィリアム・ヘンデ公爵は法律や税制といったさまざまな制度を厳格化し、これまでサウスフィールドに根付いていた思想を危険なものとして排除する方針を取った。それは
長年セントラルから黙認されていたサウスフィールドの民にとって受け入れがたく、彼らは突然の中央集権的な圧政から逃れるためディオフィールド各地へ移動していった。そして一部の難民となった者たちがセントラルへと押し寄せ、民主主義と呼ばれる政治思想を訴え始めた。民主主義運動の高まりは王政府への不満と一体となり、暴動へと発展していくことになる。これを重く見た王政府はブルーフォックスに民衆の暴動を鎮圧するように命じた。マルター菌の過去を知るお前ならネクロテイムのことも何か知っていたのか。ネクロテイム、死体をエンシェントソーサリーで操り兵士、ああエンシェントソーサリーの呪法の生き物を呪法の材料にしては、あいつに恐怖を感じてレディッチ家から逃げたのか。そりゃエングラムがポランド民主国とのつな、何のしがらみもなく、あんたぐらいになるとしがら、まあそうかもな。